皆さんこんにちは。スクです。今日ついに発売されました、こちら買っちゃいました。待ってましたよ、待ってましたよ。というわけでね、これをちょっと紹介していこうかなみたいな感じで思っています。一撃必中、はい、これがついに手元にあります。はい、こちら、はい、マガジン1個と本体1つ、意外と軽い。 VSR よりはずっしりと重たい感じはするんですけども、 L96 よりは軽い、見た目からしても軽いですよね。意外とこう太いんですね、グリップもそうですし、ハンドガードの部分も結構太さがある印象を受けます。結構ナイトビジョンマウント、ナイトビジョンをスコープを置いてナイトビジョンをつけるっていう感じであるレールなんですけども、うん、これいいですね。もう両サイドあるもんだと思ったら、これは右側だけのようです。VSR よりはちょっとでかい感じがありますね。ここのボルトの長さの比較なんですけども、後退部分が短い作りになってます。まあ、今見た目とか重さ長さっていうのは、まあ、ホームページで写真を見てもらったら分かると思うんですけども、まあ、集団性ですよね、気になるところは。そこを、まあ、あらかじめ撮ってきたのでご覧ください。どうぞ。はい、それでは初速を測っていきましょう。弾をですね、前の方向から入れていきます。カチッとはめ込みます。だいたい93から94の間で安定してます。新しいシステムで BB ロードシステムっていうものが一つ追加されていますと。で、何があるのかっていうと、この本体に BB 弾が入ってるんですね、こうやって。で、かといってこれで発射されるのかっていうと発射されない。なんでマガジンを刺さない限り、まあ、弾がここの中に入っていたとしても発射されることはないっていうような面白いシステムなんですけども、まあ、かといってちょっと怖いので、どうやって取り出すのかっていう方法も簡単で、ここの突起があるんですけども、ここにこれがポンって押すことによって押してちょっと傾けるだけで、こう中に入ってる弾が出てきてくれるっていう感じですね。まあそんなこんなでライラックスさんから出ているナイトロン1をちょっと試しにつけてみました。まあ、こんな感じですかね、イメージ的に。中心とか全然合ってないんでずれまくってます。
というわけでちょっとカスタムしていこうかなと。で、横のレール、右側の方にこの横のレールがついていたんですけども、これ取り外し可能です。これからカスタムしていこうかと思います。六角で2つ外してこういったものを挟むわけなんですけども、ビビダン入ってます。これもうめちゃくちゃぴったり入っているので、時間かかりそうなので一旦カット。はい、というわけでここのビビダンは取ることができませんでした。まあ幸いなことにこれバイオ BB 弾だったので、まあいずれポロッと取れるんじゃないかなと思います。まあ長さ的にも今の長さでちょうどいいので、わざわざ付け替える必要もないかなとは思います。でまあ先ほどナイトビジョン乗っけてたここのナイトビジョンレールなんですけども、カメラを銃の左側に付けたいっていうこともあってレールを入れ替えました。で上は上でブロギー入るね、入るようにしているペックのカバーをつけれるようにしています。このレールは結構有効活用できるんじゃないかなと思います。でそれとこの先っぽなんですけども 14mm の逆ネジなので、サイレンサーであったり、あとトレーサー類はほとんどつけることができます。うん、いいね。ってなわけで新商品の M40A5 の紹介でした。それではそれでは、ご視聴ありがとうございました。